滝沢沙織の部屋へようこそ。本日はこちら、日本一周グルメを探せというコーナーなんですけれども、前回ね三重県を聞いて三重テラスさんの方でお世話になりました。本当にありがとうございました。第2回ということでどの県が出てくるのかちょっとこれねドキドキしますよね。ではこちらじゃじゃん。はい、私は見た茨城県、茨城県出ました。撮影でも行ったりもしたことあって、まあ、もちろんね納豆、あとなんかここにはメロンと栗って書いてありますね。あと何があるんだろう、茨城県って。なんだろう、水戸黄門そのままかい。他にも何があるのかちょっと探りながらね、はい、ちょっと携帯で今調べてみようと思います。こちら茨城県銀座の方にとっても綺麗なアンテナショップを構えております。アンテナショップにアポを取りつつ、どんなものがあるのか調べに行ってみようと思います。では茨城県のアンテナショップ茨城センスさんに今から行こうと思います。干し芋、やっぱ干し芋有名なんだ。いや結構な種類あるもん、ほら。あ、丸干しとかめちゃくちゃ美味しいんだよ、これ。これもすごい気になる。ちょっと気になるものもちょっと聞いてみようかな、本当に。すいません。はい、今ざっとちょっとこちらの方で見て回って、はいはい、茨城県って私のイメージだと、はい、やっぱり納豆。あちらに納豆コーナーめちゃくちゃいっぱいあるんですけど、はい、これおすすめみたいなのってありますか？あ、ございますよ。あ、教えてください。このお店で一番人気なのがこの芋納豆なんですよ。茨城県の大豆を使ってるんですけど、はい、お上品なんですよね。納豆の香りもするんですけど、はい、小粒なので食べやすいですし、はい、食べやすい容量でこのお値段。あ、確かに安い、いいお値段。なんかこういう納豆ってあんまり見かけないんですけど、こちらはですね、茨城県民のソウルフードですね。あ、そうなんですか。はい、切り干し大根の漬物が一緒に入っているので、おつまみにもぴったりのそぼろ納豆と言われるものなんですけど、ご飯にももちろん美味しいですし、はい、おつまみで食べてもすごい美味しいです。焼酎も日本酒もあります。あ、そうなんですね。はい、あんこう鍋が有名なんですか。あ、そうなんですよ。基本あんこうってお鍋だと思うんですけど、はい、そのお鍋のスープを使ったラーメンなんですね。はい、あ、なのでお出汁もしっかり。じゃあこれ絶対美味しいと思う。美味しいですよ。じゃあ去年まで茨城県水揚げが1位だったんですけど。すごい。そうなんです、実は。そうなんですね。そうなんです。缶詰で変わったものがいろいろあります。あ、本当だ。あ、そうなんですね。生産量が少ないので、あまり少ないですね。そこのレアな感じ、はい、これにしよう。じゃあ宮崎さんのおすすめありますか。こちら酒のつまみには濃いめですね。あ、濃いめ。ご飯にはこのソフトな感じの。あ、なるほど、はい、じゃあ私ご飯と合わせるから。そうですね、こちらの。じゃあこっち、あとはこの、はい、船納豆、はい、どうしようかな。あとじゃあこのラーメンかな。じゃあこんな感じにしようかな。お家に帰って堪能したいと思います。ありがとうございます。じゃあ買い物が終わったので、せっかくなのでおすすめのカフェに行こうと思います。コーヒーが茨城県でも有名なんですか。有名です。あ、そうなんですね。どうしようかな。シーズンだから、どっちのがいいんだろうな。私でもコーヒー好きなんだけど、やっぱり絵的にイチゴか。つい最近おいしんぼってあるじゃないですか。それをスタートからちょっと見直したんですよ。なんかフォアグラよりもおいしいものがあるっていう話で、あんこうの肝がフォアグラよりもおいしいっていうのをやってて、ちょっと食べてみたいなってちょっと思ったな。あ、ありがとうございます。あ、この入れ物かわいいですね。はい、こちらが茨城の焼き物、笠間焼き。はい、あ、こんなおしゃれなんですか。笠間焼きって私も初めて聞きました。なんかちょっとフルーティーな匂いするぞ。おお、なんかフルーティーな感じします。少し独特な、はい、あ、これはいい。そしてこちらアイスクリーム。おお、もう、あ、アイスクリーム、あ、ケーキなんだ。じゃあちょっといただきます。酸味は確かにそこまで多くない。はい、思ったより 甘すぎない。これすごい美味しいかも。これ牛乳の濃厚なアイス、これちょっといただきましょう。さっ
っぱりしてるけど牛乳感がすごい、たくさん茨城県のことが私は勉強になりました。なので帰って皆さんにまたご報告しようと思います。さあ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 、できましたよ。こちらじゃじゃん、見えるかな、あんこう肝ラーメンかな。では早速茨城県の美味しいものいただこうと思います。あ、そうだ、ちょっと待って、私ご飯、やっぱラーメンはご飯でしょはい、ご飯もねちゃんとね、お決まりのご飯です。はい、こちら納豆あるのでね、紹介してもらったこのそぼろ納豆ですね。デザートも用意してね、デザートこちら干し芋丸干し泉、早速いただきたいと思います。まずスープから。おお、すごい、なんかしっかり濃厚だけどしつこくないで、すごいね、肝感すごいね、これ、これは最高よ。あー、これ美味しいわ。これ味しっかりしてるからご飯入れて食べても美味しいわ。ちょっとこっちの納豆は私大好きだからね。うん、程よい、ご飯と合う。あ、これは最高ですね。ラーメン定食出来上がりました、茨城県のこれ最高じゃないですか。これなんかスープ最後まで飲まなきゃもったいない気がする。また次の日とかでもいいから取っといて、ご飯入れておじやにする。よし、決めた、私取っとくこれはい、ということでこれは食べ終わりました。そして丸干しデザートいきます。いただきます。紅はるかよりもちょっとさっぱりしてるかな。素材の味をしっかり楽しめるっていうのがこの丸干しの良さですね。うん、すごい美味しい。いやー、美味しかった。茨城県をもっと、茨城県をもっと食べたい。地図埋めたいと思います。こちらですね、茨城県埋まりました。さあ次はね、何県が登場するでしょうか。ちょっとね、これからもワクワク楽しみですよ。私いかがだったでしょうか。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。それではまた、バイバイ。